こんにちは。先日稲盛和夫さんがお亡くなりになりました。まあニュースを通じて多くの方がもうご存知だと思いますけども、非常に惜しい人材を亡くしたなと同時に、こういう人材はもう生まれようがないんじゃないかなと思うんですよ。なぜなんでしょうね。今の方が情報や教育やそれから社会環境は整備されてるはずなのに、なぜかね、どん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 衰えていくというかね、社会的に優秀な人が生まれにくくなるという、まあ昭和根性ってよく言いますけども、貧しい中から一発当ててやるんだとかね、自分の力で日本を変えてやるんだっていうふうに思う方多かったと思うんですけども、現在は自分の暮らしをどう変えようかな、他の人を見る余裕はないよみたいになっちゃいます。稲盛和夫さんが言われてるんですけども、利己的な考えを捨ててどうすれば周りの人を幸せにできるだろうかってことを考え、やり続けることによって、まあ歩む道があるということらしいんですよね。だから私利私欲ではやっぱりね、うまくいかないんですよ。恨まれますし、足引っ張られるし、で暴露されますしね。私もなるべくね、人の公に立てるようなメッセージをこれからもどん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 送りたいと思うんですけども、まあ、人の欲望っていうのはね、本当ごく個人的なものになりがちなんで、まあ非常にね、深層心理には入りにくいですよね。その人が個人的に求める幸せとか喜びっていうのが、誰かがね、不幸になることだったりするわけですよ。さすがにそれをお手伝いすることはできませんからね。だから周りの人が気にならないぐらい自分のことに没頭するといいんじゃないかなっていうふうなメッセージに切り替えたいんですけども、残念ながら人っていうのはね、縁もゆかりもない遠方の人とか、テレビや新聞、雑誌、映画の向こうの人にはすごくね、敏感で詳しいんですけども、隣に住んでる人とか、近所に住んでる人とか、家族とか、自分の親、子供に対してものすごく疎いですよね。これがだから逆になって言ってしまったことなのかなと思います。稲盛和夫さんが私利私欲、自分のことじゃなくて周りの人っていうのは、本当にごく小さな世界のことを一生懸命考えた結果だと思うんですよね。例えば目の前の人、もしくは母親が大変な思いをして不自由をしている、どうやったらこの人を楽に幸せにできるかなと思って、なんかね、作り出したサービスや商品が他のお母さんにも喜ばれるってことが分かるから、目の前の人一人を救うことは、その後ろにいる50人100人の人を救うことになるんだ。そして救われた人は、こんな方法があるよ、これがいいよ、このサービスがいいよ、この商品がいいよっていうふうに、自分が感じたものを勝手に広めてくれて、勝手に流通経路が起きる、そういったことの連鎖なのかなと思うんですよ。でも昔は実際にお金がなければサービスや商品買うことができなかったんで、不自由された方もいると思いますし、格差を感じた方もいると思います。だからね、今ね、商品やサービスって無料で手に入る時代になってるわけですよ。無料で手に入るのに、なぜ人は不自由を感じるんでしょうね。それこそ生きるか死ぬかみたいなね、食生活を送ってる方いないと思うんですよ。でも稲盛和夫さんの時代ってのは、闇市の名残がまだあってね、非常に苦しい、雪だるもあったりとか、栄養失調があったりとか、公害問題とか、山積された課題に戦後もずっと関わっていらっしゃったんですよ。でその問題を解決しなければ先はない、人生はないっていうふうな切羽詰まった状態だったはずなんですよね。で今本当にありがたいことながら、そういった方の努力によって昭和の時代のロークっていうのは私たちは追わずに済んでます。なのに親ガチャ、国ガチャっていうふうな概念があってね、この国に、日本に生まれた時点で終わりなんだって考えてる人もいるんですよ。じゃあね、日本がダメなんだったら、あなたはどこの国が理想的だと思いますかっていうふうに山本太郎さんに聞きたいですね。多分日本以上に恵まれた国ってどんなに考えてもないと言えるぐらい少ないんじゃないですかね。ドバイですかね。どうなんでしょうかね、ドバイね。ドバイで暮らす自信ありますか。私はないですね。言語や習慣、犯罪、貧富の差、抱える問題は山のようにあると思うんですよ。それが見えてないだけ、見えてる部分がキラキラしてるだけなんですよね。どうなんでしょうね。稲盛和夫さんの気持ちを継承するとすれば、とりあえず目の前の人、困った人一人でいいから、その人を導いていこうよでいいと思うんですよ。もしくは自分自身を導いて、その方法を次の目の前の人に伝えていく、こういうふうな一人が一人のサポートをすることによって、だいぶ世の中変わるんじゃないかなと思うんですよ。
いつまでたっても自分のことで四苦八苦、これじゃあ良くならないよと、自分の私利私欲では、世の中良くならないよってことを稲盛和夫さん言わおうとしてたんではないかなと思いますね。まあちょっとおまけなんですけども、稲盛和夫さんの話と離れてね、なんかこう昔やんちゃしてた人が更生したら美談になるでしょ。でもおじさんが小学生におはようって言ったら犯罪ですよ。何なんですかね、この世の中はね。いってらっしゃい。